こんばんは。今日は雪のせい、多分今黒い服着てるからね、白飛びしてんだと思う。きっとそのせいでございます。ピッピッピー。色が薄い。お腹はなかった。触れそうで怖い。はい、ということで、あ、最初は話そうちょっと待って、だからいつものさ、あの三脚使ってないからさ、 iPad だから倒れそうで怖い。漫画積んでる。こんばんは。質問返し、みんな今からでも全然して。こんばんは。なんかね、前髪切ってからね、こっちの方がいいよってね、今日ね2回ぐらい言われたの。前髪を切る前と切った後で。あおちゃん好きすぎて困ってます。それいっぱい言われて嬉しいありがとう。公演の準備万全ですか？万全っちゃ万全。さっきも家帰ってきたから踊ってた。でももうあの振り入れというか終わった。振り起こしっていうか。雪で遊びました。雪で遊ばなかった。スタスタ帰ってきましたのえぴーさんが、え、見たい見たい、めちゃめちゃ見たい。ショールームで帰ってたのか。おじあちゃんかに、ありがとうございます。質問は他の方に譲…え、全然して。でも友達から結構来たんだよね、質問箱やるとね。あの友達から結構来る。バラありがとうございます。シュキビシュキビシュキビシュキシュキシュキビ。見ない方がいいと思う。そんなことないよ。のえさんの似顔絵、のえさんの描いた青の似顔絵見てみたい。カウント管理ありがとうございます。でもね、友達の質問ね、あれだよ、なんか雪、新潟雪積もってるのとか積もってる積もってるって言う質問が来た。だから積もってるよって。こんばんはそう。でもなんかね、雪ね、あれよ、もうあのね、シャリシャリじゃなくてふわふわになってたから滑らなかった。帰り滑らなくて、でも片栗粉みたいだった片栗粉みたいで、あのふわふわしてましたこんばんは。鬼見少女ありがとう。
公園ね、公園あさってとしあさって見て、今日マネージャーさんにほくろ描いてもらいました。一時期研究生公演で、あのほこり、ほこりじゃない、ほこりの丘じゃない、全然違うパーティーの時にマネージャーさんがお守りぼくろって言って、あのマネージャーさんのお守りのほくろ書いてもらって、もらうんです、もらうんです。久しぶりに書いてもらった。ということで、では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 、9時までくらい、え、萌さんから写真が来てた。似顔絵描いたような、すごい似てます、似てます。でも配信しちゃうかな。今のえさん、え、似てる、似てる似てる、すごい前歯がすごい似てる。え、嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。のえさんありがとうございます。え、青より似顔絵上手。青でも人の似顔絵描くの上手なんだろうなと思ってた。え、すごい、よし、入ってみちゃった。え、似てるくない？保存しよう。え、嬉しい、ありがとうございます。え、ゆかは絵下手くそだからな。じゃあ早速早速早速質問に答えていきたいと思います。はてはてはて、インスタのイエイ、今からインスタで募集した質問に答えていきたいと思います。すごい手あげると白飛びするからちょっと手あげない。どうしようかな。じゃあまず一つ目、あ、これ どうやって答えていこう。一つ目いきます。これね、結構質問が多かった。新潟には、冬の新潟に慣れましたか。冬の新潟には、慣れたというか、どうだろう、でも雪降ってるじゃないですか、今年じゃない、え、洗濯物干した、あの今年すごい雪降ってるじゃないですか。雪降った新潟の雪降った、こんなに雪降ったの初めてだから、そういう面では慣れてないかもしれないけど、冬の新潟にはね。でも普通に新潟にいるのはもう全然慣れた、なんなら新潟の方が落ち着くくらい。でもなんかそれこそ今日とか、なんか新潟の人はどれくらい雪が降ったら傘差すんだろうか、新潟の人の傘差す基準が全然わかんなくて、めっちゃ周り見て傘差そうか傘差さないか考えたけど、結局まあ自分の傘
刺したい欲があれば傘刺せばいいかと思って、結局あの周りに合わせるのをやめました。そう、片栗粉よ。ハートありがとうございます。そう、新潟の人全然刺さなくて、あの、わかんない、人によるのかもしれないけど、なんか全然刺してるイメージなくて。でも傘じゃない、風が強いと傘刺さないみたい。でも風強いと風に立ち向かっちゃう、風がこっから吹いてたら傘こうやって持っちゃうね。あの傘がビヨーンってなるね。そうで、日向さんに聞いたら風の強さによるみたいな。そうらしい。でも新潟には全然慣れましたよ。ででん、次これくらいのペースでいいのかな。こんばんは。東北出身の前も刺さない、やっぱ地域によるのかな。次行きます。得意な料理はありますか。これもね、何個か来た。得意な料理か、きんぴらごぼう。でもね、なんか人に食べさせたことないから、自分の中で一番上手にできたもの、きんぴらごぼう。でもね、3回ぐらいしか作ったことない、お料理。あとなんだろう、でも得意じゃないけど煮物を作れるように作るってのは好き。待つだけじゃん。煮物を上手に作れるようになりたいです。今年は煮物を上手に作れるようになりたい。あとはなんだろう、お味噌汁ってなりたいになっちゃうけど、お味噌汁の味噌の分量をちゃんと美味しい味噌の分量にできるようにしたい。家には片栗粉ある、片栗粉ある。なんか何に使ったか全然覚えてないんだけど、片栗粉ある家に。でもさ、どう使ったらいいか分かんなくて使ってない。こんばんは、初見ありがとうございます。古舘葵です。煮物の色合い、煮物の色合いね。でも青の場合はすごい、多分なんか盛り付けに問題があるのかなと思って。だからなんか食器欲しい、食器集めたい、お皿集めたい、最近思った。そう、あとね、揚げ物もしたことないんだよね、怖くて。揚げ物を怖くてしないのと、なんか後片付けのめんどくさそうだからしてない。でも嫁には出しませんって。唐揚げとか、あー唐揚げね、とろみを出したい時、あんかけとかは聞く。よく給食の時にさ、そういうトロトロのやつの中、片栗粉の塊入ってた思いある。昔さしすせその、知ってるよ。砂糖、塩、酢だっけ。せが醤油で、そが味噌。そう、揚げ焼きに、あ、揚げ焼きだと油少なくてもいいって聞くよね。聞く。お疲れ様です。当たってる、やったー。当たってた。すわす
背が醤油がちょっと引っ掛けだよね。得意な料理結構来てた今見たら。お仕事頑張ってるお宅にエールを。みんなに。なんて言ったらいいんだろう。お仕事寒いけどちゃんとあったかい格好して頑張ってね。それで会うに会おうね。なんて言ったらいいんですか。でもみんないつもお疲れ様。ね、疲れるよね。疲れるよね。ちゃんと寝るときには寝れるときには寝てください。ちゃんと寝てご飯食べていい感じにね。あんまり深く考えすぎずラフに行きましょう。ねえ、お疲れ様。でももう金曜日よ今日。でも土日お仕事の人とかもいるのか。お疲れ様。ねえ、でもね、嫌になる時あるよね絶対。こんばんは。7時に起きて寝た。それは失礼し、それは失礼しました。こんばんは。深く考えすぎない。それも大事だなって最近思って、なんかどうしてもそういう時ってそこだけ考えちゃうじゃないですか。あ、もうそうだけど、でもね、そんな狭いとこばっかじゃないしって思うようになった最近は。全然ここだけじゃないんだからと思って広く考えられるようになりました最近は。何これ、ハートありがとうございます。これなんていうの、ありがとうございます。これな、太鼓、太鼓みたいな、ありがとうございますかな。あおちゃん先生、質問です。大人になる前にやってみたいことありますか。大人になる前に、なんだろう。大人になってからとかならあれだけど、なる前にか。小槌、小槌ありがとうございます。小槌、小槌。小槌って何、小槌って何。小槌、小槌、小槌、勉強になりました。小槌、どうしよう。あ、大人になる前にやってみたいことね。なんだろうな、大人になる前にやってみたいことか。高校生料金を、でも高校生料金って大体も大人料金みたいな感じだけど、でも中学生の時、中学生、映画の中学生料金1000円だったんだよね。でも全然行けなかったからちょっと後悔してる。なんだろうな、大人になる前にやってみたいこと。なんだろう、全然わかんない。お年玉をたくさんもらっておくとか、わかんない。でも大人になるというか前にというか、なんだろう。でも今一番NGT の中だと一番というか最年少にあたる年にいるから、
なんだろう、いっぱいお姉さんたちがいる間になんかみんなのいいところをたくさんこの青に詰め込んでいけたらいいなとは思っております。かわいい、ありがとうございますかな。それは結構前から思ってる。そう、すごいすごい偉大な方が多いから、はいそうですね、そのような感じでございますすごい、あおちゃんが可愛すぎて辛いです。もういっぱいある、ありがとうございます。でもちょっと前髪切りすぎたかな、ありがとうございます。可愛すぎて辛い、でもすごいすごい褒め言葉ありがとうございますありがとう、これからも可愛くなってもっとなれるように頑張ります。はいかな。ででん、何もなんか分かんない。お気に入りのメイク道具、分かんないんだよね。お気に入り、今さここにさメイクポーチ持ってきたんだけどさ、分かんないんだよね何がいいのかな。アイシャドウ、アイシャドウはもう全部なくなってきちゃったんだよね。青がね一番好きなアイシャドウはねこれ、でも底見えしちゃってる。これはキャンメイクの19番、このアイシャドウが一番好きで、もうこのなくなっちゃった。これがよく使います。これが一番好きアイシャドウの中だと。あとねラメだったらこれが好き。これはねロム&のグリッターのアイシャドウです。これもめちゃめちゃキラキラ好き。でも公演の時とか使う、このキラキラは。基本公演の時に目をキラキラさせます。だから普段はあんま使わないかな。これが好きです。あとはあ、これグロスなんですけど、日向先輩からお誕生日の時にいただいたグロスです。これは最近すごい使ってます。声の時とかも絶対使ってる。声の時とかおしゃべり会の時とかも使ってます。これ日向さん、これ日向さんからいただいた。これどこのやつなんだ。これでーす。さあこれも好き。あとはねなんかわかんないんだよね。そんななんかちゃんとしたもの使ってないですけど、そんな感じでもねこれも好き。これも汚いや。シュウエムラのファンデーションも好き。これも好き。これも2本目くらい使ってる。これは声の時に使ってますそうシュウエムラのファンデーション、でもなんか何がいいか分かんなくて、ママにこれはって言われたの。ファンデーションとかそうかな。メイク道具、青が使ってるのはここら辺そうリップは安定にセザンヌの使ってます。ピッ、これねいいんだよ、あの色が落ちなくて。そうおすすめそんな感じ
トークだ。次、ででん、最近頭の中で流れてる曲は何？最近頭の中で流れてる曲は周年公演と新春公演でやるやつがずっと流れてるから言えないんですけど、ずっとリピートされてます、頭の中で。それがでもそれ以外だと頭の中で流れてるっていうか、よく聞く曲は最近はね、最近はヒゲダンさんとか聞く。なんか前はすっごいもうずっとあの48の曲ずっと聴いてたんですけど、最近ねそうでもなくなってきたそうかな。でも井上さんの子さんよく聞く。こんばんは。ちょいちょい止まるのこっちの問題どうなんだろう。でもなんかさ iPad であるとあんま良くなくてさ、そうだからもしかしたら青の問題かもしれない。こんばんは。そうメイク配信ね、メイク配信いいけど全然需要あるか分かんない問題前したんだけど、どうだったか分かんない。そうでもね全然あれよ、前いつだっけ、自粛期間中とかだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、その時にメイク配信した時よりかはアイラインも卑怯になったし、割とちゃんとメイクできるようになったと思う多分。次、ででん、久しぶりの、あ、リカさんだ。あ、恥ずかしい。お疲れ様です。なんで、嬉しい。今日リカさんとたくさんお話ししたんですよね。そうリカさんとたくさんお話ししたんですやったー、生後1ヶ月じゃないです、生後16年ですお話上手になりましたって言われた。生後1ヶ月じゃないですけど、お話の方はだいぶ達者になったと思いますえ、嬉しい。手振ってくれてるかな。そうです、ヒヒやった。はい、ということで次の質問に参りますね。生後190、え、計算したの、すごい。あ、生後192ヶ月だって。すごい、だいぶ経ったね。次行きます。ででん、久しぶりの実家で変わってたことあった。久しぶりの実家で変わってたこと、洗濯機が変わってた、洗濯機が変わってたのと、
あとなんだろう、うん、吉尾が太ってたこと、あとは吉尾が太ってたこと、もう吉尾が太ってたこと、あとなんだろう、でもなんか掃除機じゃない、洗濯機変わってたイメージしかない、実家。あと何かな、何変わってた、なんかうちのリビングの床がどんどん劣化してってって、あの端の方からなんかね、フローリングじゃないんだけど、なんかどんどん床が剥がれてってたちょっと床リフォームしたい、実家の住んでないけど、床がどんどん劣化して剥がれてた問題があったいや問題だよねそれ。そう、実家の床が剥がれてたことと、洗濯機が変わってたことと、吉岡が太ってたことかなそう、あとなんだろう、変わってたことでしょ、パパもママも特に変わってなかったし、あんま変わってなかったかもしれないかな。でも実家の自分の部屋をきれいにしました。そう、実家の自分の部屋をきれいにして、吉尾くんの体重気になる。吉尾くんの体重何キロだろう、 2.5 キロくらいだった気がする。でもちっちゃいんだよね、ああ見えて。でなんかワンちゃんのさ平均身長っていうのかな、大きさと体重の平均値が分かんないから、吉尾がどれくらい太ってるか分かんないけど、ピアノの調律合ってた。あー、ピアノの調律、あ、どうかな、わかんないんだよねあんまりでもママはなんか結構一日にも調律師さん来るらしい、調律師さん結構来たことあるらしいです。そう、調律ね。でも前、結構昔、青がこの前ピアノ配信したけど、2年前くらいにピアノ配信した時にピアノの先生が配信見てくれてたらしくって、その時にちょっと調律直した方がいいと思うって言われたでも今は多分もうできてると思うかな。ママもピアノ弾く、なんならママの方がピアノ弾いてると思う。ママはピアノが上手です。こんばんはかな。次の質問いきます。ででん、千切りキャベツは生で食べられるようになりましたか？千切りキャベツは生で食べようと思えば食べれるようになりました。まあそれも一歩成長したけど、進んではあんま食べないかな。食べざるを得ない場面に来たら食べますけど、そう、ピアノじゃない、キャベツの千切り。でもレタスの方が好きだからレタス食べる。レタスは食べます。レタス好き、逆に好き、逆にっていうか好きな。一回さ、なんだっけ、
イベントの時、ショールームイベントの時にキャベツの千切りを克服しよう企画っていうのをやったんだけど、そう、克服できたちゃできた。前に比べるとね、前は本当に食べれなかった。あ、でもこの前あったの、この前あったの、なんか白菜のお弁当にね、白菜のお漬物が入ってて、ラオニア白菜に見えて、白菜のお漬物なら全然食べれるって思って食べたら、キャベツのお漬物っていうかキャベツだったの。それが最近衝撃的すぎて結構びっくりして、結局食べなかった。結局そのキャベツさん残してしまったけど、そう、白菜だと思ったのにキャベツだったんだもん。ドレッシングかけてもいい、ドレッシングかけたら、でもドレッシングによるごまドレだったら大丈夫かもしれない。そう、でもみんなキャベツ味ないって言うけどさ、アオンにはすごい味ありありなんだよね。そう、食べなかった、申し訳ないですけど、すいません。すいません。そう、あおちゃんマヨ使わないの。あおちゃんマヨ苦手で、サラダにマヨは絶対かけない。でもたこ焼きとかは大丈夫、なんかその基準わかんないけど。そうなんだよ。そう、マヨネーズね。でマヨネーズも前よりは全然食べれるようになった、大人になりました。行きます、次の質問。これだけは誰にも負けたくないと思ってることは何ですか。これだけは誰にも負けたくないと思ってることですか。なんだろうな、でもなんか負けたくない、でも全てにおいて負けたくないとは思ってるけど、いや負けたくない、何も負けたくないけど、なんだろうな、でもやっぱり劇場のパフォーマンスとかは負けたくない。でも全部負けたくない、何に関しても負けたくないけど、でも公演も負けたくない、公演負けたくないけど、でも実際やっぱり全然まだまだだし、負けてる部分あるから、もうちょっと頑張らなきゃいけないなって、この周年公演とか新春公演のリハでもっと思うようになったかな。そういう感じ。そう、かな。でもね、本当に負けず嫌いなんだなって。でもそれはもう本当にいい意味でも長所でもあるし短所でもあるなって。気づきれいなんだと思う、本当に。そう、次、てねん、今年の目標は何ですか。これも結構だって、結構多かった、これも結構多かったけど、でもな、一つにね絞れないんだよね。なんか目標はいっぱいあるし、でもそれを今年に限らず、ちょっと質問に答えられてないかもしれないけど、今年に限らず目標はどんどん
ぱに達成していきたいとも思うし、なんだろうな、でもなんかもうちょっとアイドルとしてキラキラ感を増したいなって今年はすごい思うかなって思います。なんかそうね、なんかでもいっぱい思うことはすごいある。こうなりたいなとかめちゃめちゃあるけど、でもなんか本当にちっちゃい目標はいっぱいあります。だからこれからもよろしくねそう、なんかでもアイドルとしてのキラキラ感はもう公演の時ももっとキラキラ感増したいし、普通に歩いててもキラキラ感出したいかなって思います。目標っていうか、うん、かな、なんかなんだろう、 NCT なんか青ちゃんなら大丈夫だなって思ってもらえるようにしたいかな。でも全然本当にあれよ、今年に限ったことじゃないです、本当に本当にそう。なんか今年の目標って難しい、今後の目標ってもある。そう、青ちゃんきっかけで2期、それめちゃめちゃ嬉しい。なんか青がその NGT を知ってもらえるきっかけの一つになっているっていうことがめちゃめちゃ嬉しいです。だからすごいめっちゃやりがいを感じるそう嬉しい。どこに行っても光り輝く赤ちゃん、赤ちゃんじゃないよ赤ちゃんじゃないよかな。でもなんか一つずつ小さい目標、いっぱい具体的な目標を決めてって、それを1個ずつ達成して大きくなっていけばいい、いければいいなって思ってます。はいかな。正規メンバーだもんね。そう、なんかでも最近2021年になってからなんか公演のレッスンとかでなんかもう今までよりなんかめちゃめちゃ気が引き締まる感じがした。なんか昇格したからだと思うんだけど、なんかやっぱりその一期生さんがいる同じとこでレッスンしてるから、やっぱりもう正規メンバーだからなんか同じとこにいなきゃいけないし、それより上に行かなきゃいけないと思うとめちゃめちゃなんかやばい、めっちゃ頑張んなきゃみたいな風に思ったかな。最近レッスンしててそう思うことだからなんかなんだろう、昇格して
今までと早速変わった行動って言ったらそれかな。かもしれない。って思います。で最近はすごく収穫したからファンネームとか決めるの。ああそれ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 めちゃめちゃ考えてんだよね。候補決めとかなきゃ。みんななんか案あったら青に行って青に行ってとか教えてほしい。あ本当にこういう決める時のネーミングセンスなさすぎて毎回困るんだよね。なんかいい案あったら教えてほしいです。青ちゃんのファンネームみんながアットマークなんちゃらってつけられるようにそう本番は。そう。そんな感じ。はーちゃんのネーミングセンス。本当に全然。そう。こんな感じがいいってイメージかなんだろうな。なんかあすごいうまいこと言ってるみたいな、なるほどねみたいなのがあったらいいけど、なかなかそういうのって作るの難しいじゃないですか。ね、何がいいかね、まあ、それも後々考えていきたいなって思う。そうね、なんかブロッコリー使うかくっつき虫使うかどっちも使わないで全く違うのにするかも全然決めてないから、そこでもね、そこでも考えてるとこ今そうそうそうかな。こんばんは、こんばんは。ということで、次の質問。お年寄りは好きな方？大好きですよ。おじいちゃんおばあちゃん大好き。おじいちゃんおばあちゃん大好きだし、すごい昔からおじいちゃんおばあちゃんとよく遊んでました。クリスマスパーティーも家でおばちゃんおじいちゃん呼んでやってたし、大好き、かわいい、優しいし、だっておママに怒られたりした時絶対ババに電話してたババに電話してた。こづちありがとうございます。こづちこづちありがとうございます。左足がしぶれちゃった。おばあちゃんおじいちゃん大好きだよ。こづちこづちこづちありがとうございます。はい、ということで次、ちっちゃいもんメンバーで実家に遊びに行ったことってある？あるあるある、あります、あるかも。皿以外あるかもしれない。テラピーもあるし、はるかもあるし、ユウもあるし、ヤヒもある。あ、皿以外あるかもしれない。お邪魔しましたそう、あ、もうね、みんなのね家族構成も覚えてるし、あ、なんか人の家族構成覚えるのすごく得意で、別になんかどこでも使わないけど、あ、失礼しました失礼しましたけど、そう
そうなの。そういうありますあります。なんかやっぱり東京から飛んできたみんだから、そうお世話になることめちゃめちゃ多かった。最近はあんまないけど、そうそんな感じ。次、てれん、ブロッコリーと同じくらい好きなものありますか？ブロッコリーと同じくらい好きなものですか？なんでしょうね。でも、なんだろう、なんか順位つけられない。でも縁側はやっぱり大好き。とっといありがとうございます。なんだろうな、あ、食べ物の話じゃない、これ。食べ物の話、食べ物の中だぞってことだと思ってた、ごめん食べ物の中だとって思ってたんだけど、でも食べ物の中だと縁側とかかな。でもトウモロコシも大好き、あ、干し芋も大好き。結構好きな食べ物いっぱいあるかもしれないよかな塩辛も美味しいよね。食べ物に順位はつけられないです割と食べれるものは何でも好き。青が苦手じゃなかったらかな こんばんは。そう、好きなものは好きなので、イエス、その通りその通りだよ。あとは何だろう、ハルルンとの面白いエピソードを聞きたいです。ハルルンとの面白いエピソード、何だろう。でも2人でいるときなんかそんな、2人でいるときも結構あるけど、なんだろうな、面白いエピソードか。2人だったらなんだろう、なんだろうな、なんか結構いい感じに面白いメーターがここぐらいまであったら、もうずっとはるかこんな感じだから村長と会話が成立しない。会話は成立しますけど、しますね。でもなんか割とはるかの言ってることを分かるとき結構あって、なんか理解できるとき結構あって、多分みんな何言ってんの、理解できないみたいなだと思うんですけど、割と理解できちゃうことがあって、そう、あ、多分この子はこういうことを言いたいんだって思うことが分かって、なんか多分はるかは独特なワードセンスで、その自分のあの気持ちとか話すから、でも割とね分かるんですよ、私はるかの言うこと。そう、今日は10時まで配信しますそうかな。でも2人でいるときはこれ、はるかが聞いたら怒るか怒らないか、普通に結構なんか真面目なこととか、普通にお仕事のこととか話すかな。なんだろうなんだろうな、そう
同期の中で一番お酒、それすごい、そう、そんなことないと思うよ。まだ飲んだことないけどね。そう。でもはるかは可愛いです。すごく。すごい、全然面白いエピソードなくて申し訳ない。大変だ、家が火事になった、さて何を持って逃げる。大変だ、家が火事になった、さて何を持って逃げる。お財布と携帯と、なんかリュックにいっぱい詰め込んで逃げます。でもきっともうちょっとなんか変わった答えを求めていらっしゃったのかもしれないんですけど、すみません、こういう答えしかできなくて。そう、ピアノはね、重くて持てないよ。あと通帳とかカードとか。リアルすぎ。こんばんは。ブロッコリーか。まあその時にブロッコリーが冷蔵庫にあった場合ですけど。こんばんは。僕はあおちゃんの愛を。いいね、あおちゃんの愛。やったー、ありがとう。急な場面でも結構落ち着いてそう。確かに、どうなんだろう。でも割と焦っちゃうんだよね。冷静に入れるときは冷静に入れますけど、でもなんか大事なものいっぱいある。結構普通に大事なものもある。ある。おばあちゃんからもらった昔の千円札とかすごく大事にしてる。あの夏目漱石さんの千円札めちゃめちゃ大事にしてる。まだ使ってないし、ばあちゃんとの、ばあちゃんだと思ってる写真も大事だし。大事なものいっぱいあるけど、普通に自分がこの先生きるためだと思うと、お財布と携帯かなって。そう、でも大事なものいっぱいあるって嬉しいよね。ママからの手紙だって大事だし。古い千円。そう。多分もっときっと本当にアイドルのアイドルだけど、もっとアイドルらしい答え方しなきゃいけないのかもしれないけど。ごめんなさい。次の質問いきます。ででん、あおちゃんはもぐもぐ配信をしませんが、何かポリシーがあるのですか。あおちゃんはもぐもぐ配信をしませんが、あおちゃんもぐもぐ配信しませんね。あんまり、確かに別に特に何のポリシーもないですけど。もぐもぐ配信希望ですか、皆さん。もぐもぐ配信あんま食べて配信しないね。おにぎりは食べた、おにぎり食べた、結構前よね。それも全然何のポリシーもないですよ。でもな、別になんかなんでしないとか全然理由なさすぎて。食べ方に特徴全然ないと思う。ないと思う。あんまり食べ方特徴だねって言われたこと、特徴的だねって言われたことないけど、なんだろう。でもなんか話しながら食べるの苦手なんですよ、ね、もうそれは別に大丈夫だけど。もぐもぐ配信ね、何食べてほしい。やおに。
分一人で静かにご飯食べることが多い。こんばんは。あ、お茶漬けか。お茶漬けまだ食べてないんだ。かわいい。お茶漬けまだ食べてないんだ。アイスね。アイス好き。うん、最近食べてない。お箸ちゃんと持てる、お箸ちゃんと持てるようになったんです。持てるようになった、なんか最近お箸持てるようになりましたとか、そういうことじゃないんですけど、なんか NGT に入る前になんかお箸の持ち方なんか変な気がするから直そうと思って、 NGT に入る前にお箸の持ち方直した。そしたらすごいご飯食べやすくなったお箸の持ち方、なんか前までちゃんとしたお箸の持ち方しようとしたら手がつりそうになっちゃってできなくて、でもお箸のあの持ち方直したんです。全然持てるよ。じゃあアイブロウペンシルでやってみるね。全然ね、お箸持てますよ。じゃあこっちかな。ほら後ろ飛びする。ほら、お箸持てるようになりました。ちゃんとできます。そう、でもなんかお箸の持ち方をちゃんと しなねってめちゃめちゃ言われ続けたけど、家で。でもちゃんとしてなくて、中2の最初の頃にちゃんとし直しました。おじさんだけど押してもいいですか？全然いいですよ全然いいです。おじさんだから押しちゃダメとか、そんなの誰が決めたんですか？全然そんなの関係ないです。本当に今この質問してくれた方がここにいるかわからないんですけど、全然みんななんか自分が押していいのかなって全然悩む必要ないと思います。だって押されて嫌になる人って絶対いないし、嬉しいから、なんかそこで本当に自信なくさないでほしい。そう、本当に全然そう、だから本当に自信持ってほしい。でもなんかもしなんか葵ちゃん推しですっていうのが恥ずかしいっていうのであれば、それは本当に私が申し訳ないんですけどないんですけど、全然本当に葵は本当に誰に推されても全然嬉しいし、だからそういうことでなんか悩んだりする必要は本当にない。本当にだからもう全然喜んでくれるんだって思って全然いいと思う。めちゃめちゃ嬉しいからそうそうかな、そんな感じフ次行きまーす。自慢の推しね、ありがとう。そう、あおちゃん推してます、ありがとうございます。次行きます。ででん、今くらいの前髪の方が好きです。それさ、今日メンバーにも言われた。嬉しい。なんか
前のはちょっと大人っぽすぎたねって言われたけど、巻くの下手っぴすぎてあれだけど、ありがとうございますありがとうございます。でもいつかのこれくらいに切りたいかな嬉しい次の質問、もう9時過ぎちゃった。これ10時くらいまでいけるか、全然いけると思う。でねん、NGT48 としての目標は代表としてお答えください。 NGT48 としての目標ですか。なんか代表としてっていうと、全然代表として言えるような存在ではまだないけど、なんだろうな、私から言うと、なんだろうな、なんだろう、なんかもっと一人一人がピカピカになって、キラキラして、なんかもっと切磋琢磨してグループを今より成長させていけたらいいなとは思ってるけど、でもそれは今年の目標というか、まあ、今後もなんかそうでありたいなとは思いますけど、なんだろう、でも分かりやすく言うのは、でもこのご時世だから分からないけど、今年は全員でコンサートできたらいいなとは思う。コンサートしたいなってすっごい思うけど、でもやっぱり今の時期だとね、難しいとこもあるかもしれないけど、かな、分かりやすいので言ったらかもしれない。でもなんだろう、なんか今よりもっと、NGT のグループとして大きくなりたいし、それこそシングルも出したいし、なんかでも本当に今っていうか、本当に NGT のことが大好きなメンバーしかいないから、それって本当にすごい嬉しい、いいなって思う。でも全員でコンサートしたい、それが目標コンサートしたい、ときめっせでコンサートしたい、いつかかな。そんな感じそんな感じでございます。今年もきっといろんなことが、同じ感じだね、今年の夜は。次、冬の必需品は、あんまりなんか持ち物買えないんだよな。なんだろう、手袋、カイロも持ち歩かないし、手袋はマフラーより大事、マフラーも大事、めちゃめちゃ、でも手袋かなでもなんか今日びっくりしてて、なんか今日家出るときに雪の多さにびっくりしちゃって、家の鍵閉めないで出かけようとしちゃって、ちょっと危なかった。冬はそういうことがありえるんだなと思って、気をつけようと思いました帽子も最近持ち歩かないってか、あんまりかぶんないかな。なんかなんでかとか
理由はないんですけど、最近帽子あんまりかぶんないです。なんか1個しか持ってなくて、ずっと同じのかぶるの嫌だなと思ったから、そう新しいの買えばいいんだけどね次の質問、てけてん。今新潟市美術館でトーマス展やってるってさ、ねえなんかね、トーマス展やってるけど行かなくていいのみたいな質問何個かあったの。なんかそれぐらいさ、青のトーマスに似てるっていう話がここまでみんなに知られてるとは思ってなくてびっくりした。でも今のところ行く予定はないですトーマス展ね、予定ないですね。そう、トーマス店行かなくていいのってすごい言われるそうそうそう、行かないかな、ちょっとスケジュール的にチームトーマスといても著作権的にあんまり良くないのかもしれないけど、トーマスかミイラ店行く、でもね、ミイラ店気になってたの。チカナとさ、カエリが行ってた気がする。行かなかったんだよね。そう、もしゆめちゃんと、あ、次の質問です。もしゆめちゃんと2人で遊ぶとしたら何がしたいですか。もしゆめちゃんと2人でするとしたら、遊ぶとしたら、なんだろうな、あ、鍋パーティーしたいってずっと話してる。鍋パーティーしたい、鍋パしたい。ゆめんちで鍋パしたい。なんかもしれない。鍋パしたい。ゆめと鍋パしたい。ゆめと鍋パしたい。ゆめと鍋パしたいです。はい。材料費出すから混ぜて。どうしようかな。どうしようかな。食べパしたいな。トマト鍋食べたい。トマト鍋パね。鍋パ好き。でもあんましたこと、鍋パした、家族でしかしたことない。それ鍋パって言うのかな。ただ夕飯に鍋食べただけ。じゃあ分かんないけど。はい、次いきます。ででん。直接会いにくい今、応援の気持ちを伝えるにはどんな方法が一番なんでしょう。手紙、メールの返信。応援伝えるには、でも本当に何でもいいと思いますよ。ツイッターにコメントするのでもいいと思うし、ツイッターにタグ付けしてツイートするのでもいいと思うし、本当になんかメンバーに届くことであれば何でもいいと思います。お手紙でも全然いいし、会うは本当に何でも嬉しいよ。メールの返信も読むし、みんながしやすいのでいいと思います。これはお悩み解決になってるのだろうかけどかな。うん、ツイッターでも全然いいし、電話がかかってきました。もしもし、え、声が聞こえない。え、切られた、切られた。あ、かかってきた。もしもし、え、誰？え、ななみの声だと思わなかった。よかったよかった。うん。あ、全然いいです。はい、
もしもし。古田葵です。ちょっとこっちもスピーカーにして今ショールームしてるんだけどいい？いい？もしもし？もしもーし。お、古田葵です。あお、はい、ちゃん。あおちゃんだよ。あお、あお、うん、大先輩。大先輩ですね。そうなんですか、はい、ということで、はい、同じく NGT48 の古田葵ちゃんに来てもらいました。イエーイ。パチパチパチ。古田です。はいはい、いや、ありがとね。いえ、全然全然。今さ、電話かけたじゃん。うん、あの、なんか、一回本当繋がっててさ、うん、なぜか、全然聞こえなかったんだよね。あ、一回聞いちゃって、ごめんね。ごめんなさい。うん、うん、私さ、すごい話したいことがあるんだけどさ。いいよ、何でも聞くよ。あの、オーディションのやつ、話してもいい？いいよ、全然。あの、子役のやつ。あ、いいよ、いいよ。私、あの、古田葵ちゃんを初めて見たのが、はい、オーディションの2次審査の時だったんですよ。あ、覚えてないかも。うん、青はね、多分あのね、気づいてないと。全然気づいてなかった。知らなかった。知らなかった。うん、青はね、そう、2次審査の時初めて見たんですよ。もうで、私の記憶だと、うん、お母さんと一緒にいたんですよね。うん、そう、いなかった。でもいなかったんだよね、本当に。本当にいなかったんだよね、本当は。そう、本当はお兄ちゃんと来てたの。そう、でも、うん、そのお母さんといる青の姿がもう超何、なんかすっごいベテラン子役みたいな。何それ、青じゃないよ絶対って言うんだけど、いつも言ってるけど。いや、もう青なの絶対に、うん、青だった。うん、それで、でも、うん、この子はもう絶対に NGT に入るんだ。だって子役だもん。この子子役をやって経てこの NGT に来たんだって思ってたの。うん。そしたら違ったし、うん、あのお母さんでもなかったんだよね。そう、全然子役もやってないし、お母さんとも来てない。絶対青だった。いや、本当に青だった。青なんだよ。うん。そうだったか。そう、あの天才子役だと思った。絶対に。あ、なんで。まあ確かに、でも、うん、まあでもよく言われる、なんかそういう雰囲気あるねと言われるけど。うん、あるもん。ある。うん、もうなんか、うん、生まれてから、生まれてすぐ子役になった子みたいへえそう、 ありがとう。そうなんだよ。あ、うん、ということで、はい、あの、すいません、戻りますね。はい、全然、はい、大丈夫。じゃあ、明日じゃないね。うん、明日は土曜日だから。11日か。うん、じゃあ、明日やらよろしくやっていただけますか。え、ぜひやります。やったー。ありがとう。全然全然。はいはい、じゃあね、あの、うん、トークテーマを決めたくて、うん、そうね、なんかコメントで見てみるね。うん。あ、青もこっちで見るね。トークテーマ、ね、何でいいと思います、はい、トークテーマね。トークテーマ、なんだろうね。何がいいか。え、前回さ、いつやった、いつだっけ、覚えてない。でもなんか前もやったよね。あ、うん、今ね、あの、うん、タブレットがね、倒れたの。あ、ありがとう、情報報告してくれて。ちょっと待って、コメントが消えたので今。あ、大丈夫ですか。大丈夫でした。ちょっと不安定なんだよね。前も、前も斜めから持ってきた。そう、そう、違うんだよ。前回は青が私に回した。あ、青が回したんだっけ。あ、そうかもしれない。あ、そうかもしれない。前回もそう、同じような時期にやったんだよね。確かに難しいね。え、どうしよっか。なんかもうブロッコリーばっかりだけど、かる、ブロッコリーは難しいよね。なんでもいいよ。あ、あの映画放送のサンタータ、うん、の思い出とかも来てるね。放送のサンタータいいね。私好きだからすっごいね。わかるでしょ。本当。うん、もう大好きなの放送のサンタータ。そう、ありがとう。青がね、うん、すごい大好きな。
すごい褒めてくれる、うん、あとね歌が好きなの。あれね、ななみ歌えるんだよね。でもななみはあの本気は歌えないんだよね。そう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 、歌えるんだけど本気は歌えないの、ななみ。歌えるんですね。そう、実はおなんだっけ、狼、狼たちのカンタッタ、狼たちのカンタッタ、そう、うん、もう最高な歌だよ監督が喜ぶ。また一緒にやろうね。うん、アウがピアノ弾いてね、ななみが歌うんだよね。私歌うっていうね、本気じゃない歌、そうやってるんですよ、そう、うんね、で、どうしよう、どうしようかな。周年公演、新春公演についてとか11日ちょうど、でもそうしよう、そうする、そうしよう、うん、そうしよう、オッケー。そうじゃん、終わったばっかだもんね。うん、11日に終わったばっかね、いいね、2公演、ね、やった、これはもう、アウがもうみんなを代表して、あ、そうだよ、お願いしますね。そうね、一足先、一足じゃない、全然先じゃないけど、ね、確かにタイミングもちょうどいいし、ね、いい感じかも。じゃあ、うん、11日のトークテーマは、はい、はい、終わりたてほやほやの、ほやほやの、周年公演と新春、新成人公演についての話をしてください、はい、します、話します。じゃあ、はい、そろそろ終わるんですけど、はい、ちょっと決め台詞あるから聞いてほしい。あ、あるよね、知ってる知ってる、うん、じゃあいくよ。はい、じゃあ、あお、みなみち、よろしく。はい、よろしくされました。はい、すごい、じゃあ、うん、ありがとう、うん、こちらこそ、え、全然全然、ありがとうね。じゃあまたね、バイバイ。あお、ありがとう、うん、バイバイ、ありがとう、バイバイ。切るよ。あ、切れちゃった。はい、ということで、古田と葵さん、明日よろしくが回ってきましたので、11日に明日よろしくしたいと思います。はい、誰に回すかは、お楽しみに。ということで、ということで、ということで、ね、11日ちょうどいい、良かった、嬉しい、ありがたいありがたいですという感じでございます。そうね、周年公演と新春公演のやつで頑張りますはい、ということで、早速次の質問へ参りたいと思います。じゃじゃん、心に残った映画ドラマ、映画ドラマ、映画ドラマ、あ、でも湯を沸かすほどの熱い愛っていう映画があるんですけど、あれはめちゃめちゃ感動した。なんかすごい家族愛に弱いみたいで、もうめちゃめちゃ家族愛すぎて泣けた。あれあれおすすめだよ。11日朝配信できる、する、する、何時に、何、どれくらい早くなるか分かんないけど、するねそう、それはね、あの夜明かすほどの熱い愛はおすすめな。めちゃめちゃ感動した。でもなんか邦画しか見たことなくて、あ、でも洋画は見たことあるけど、全然あの見たことあるのが本当に邦画より少ないから。星4週終わった、ありがとう、4週もありがとうね。そうだから、なんか洋画とかもね見てみたい。あとなんかさ、韓国ドラマとか面白いって聞くじゃん。韓国ドラマも一切触れたことがないから、韓国ドラマも気になる、面白いって聞くからかな。そうかな、ドラマも割と何でも好き。
れといったものないけど、なんかもうその時やってるドラマは割と何かしらにハマる何かしらにハマっちゃいます。そうかな。でも好きな映画はチャーリーとチョコレート工場が一番好き。もうあれ何回見たか分かんないくらい見た、あのチャーリーとチョコレート工場。そうあれもおすすめ。ファンタジーだけどおすすめです。かなー。はい、ということで次の質問、じゃじゃん。今挑戦したいピアノ曲は何？今挑戦したいピアノ曲、今挑戦したいピアノ曲、でも黒鍵のエチュードはずっと弾きたいけど、あの譜読みが大変そうでなかなか手が出せないでもあの黒鍵のエチュード弾けるようになりたいかな。ですね。ちゃんとなんかピアノの先生のレッスン受けたいってずっと思ってるから、先生にいつか連絡したい、するでもねあれも好きなんだよね、軍隊ポロネーズっていうショパンかな、ショパンの曲なんですけど、あれもね家に楽譜があってちょっと弾いてみたけど、なんかオクターブって言ってさ、ドからドまでのこの広さをオクターブって言ってこうやって弾くんだけど、軍隊ポロネーズねオクターブ超えちゃうの、ドからレとかなの、ドからレ届かなくて、ドからレとかオクターブの一個先届かなくて、 それがね難しいの。軍隊ポロネーズも好きかな。次の質問、周年&新春公演の見どころを少しだけ紹介してください。見どころですか？10日と11日のなんだろうな、でもやっぱり特別公演特有の次何の曲が来るんだろうみたいな感じもうなんかね、ワクワクしててほしいなと思うし、でどこまで行ってるか分かんないけど、でもすごい楽しいと思う見てて。でも青はリハ見てて、あ、エモってめっちゃエモいって思ったところが何個かあったから、エモいかもしれない。エモいところはみんなでちょっとなんか感動するところがあるのかなとか思ったりもする楽しみにしててくださいな。次、新しいユニット公演ができるとしたら誰とやりたいですか？中二とやりたい、あと日向さんとなんかユニット組めればいいなって思ってます。でも今いろいろ考えて、後々でもまたユニット公演できるようになったらいいなって思いますね。でもユニット公演だからこそなんか普段なんかできない、普段あまりなかなかやらない曲とかもできたらいいなって思います。
通常公演はできないけど、ユニット公演はユニット公演で楽しいし、めちゃめちゃなんかね、いい企画なのかもしれないね、見たことない方ぜひ見てみてくださいかな。どこまで行ったっけ。次、大越遥香さんからの質問ですこれ遥香だよね。これはるかな。あおさんはいつもどの方角を向いて過ごしますか。あおさんはいつもどの方角を向いて過ごしますか。え、あおさんいつもどの方角見てる。なんか今どっち向いてるか分かんない。でも私はやっぱり特定の方角だけじゃなくて、いろんな方角向きながらやっぱ視野を広くして生活することを意識してますね。はい、これでどうですか。村長さん村長見てないか。村長ショルミしてんのかな。村長逆に村長さんはどの方角向いて過ごしてるんですかね。気になりますよね。ちょっと明日聞いてみたいと思います。はいねはい、ということで次の質問。ジェリービーンズと冷蔵庫どっちが好き。ちなみに私は冷蔵庫見て好きになって、ありがとうございます。どっちが好き。でもどっちもやりたかったユニットだから難しい。でもジェリービーンでもどっちも曲大好きなんだよな。なんかなんだろう、振りはジェリービーンズの方が好きかな。でも冷蔵庫も大好き。なんかどっちが好きでどっちが嫌いなのとかは本当すいません。すいません、通知すいません何だろう。でもどっちも好き。でもジェリービーンズ久しぶりにやりたい。埃の丘以外、埃の丘じゃない、夢しない以来全然やってないし。でも冷蔵庫がユニットでできるって決まった時は、本当に NGT に入って埃の丘公演初めて見てから冷蔵庫やりたいと思ってたからめちゃめちゃ嬉しかった。そうかな。どっちも好き、どっちも大好き。ごめんな、はっきりしてなくてみんなどっちが好き。ね、でもどっちもいいよね、かわいい。でん、次の質問いきますあおちゃんの今一番好きな靴のブランド教えてね。あおちゃんが今一番好きな靴のブランド、ナイキか。ナイキが好き。ナイキが好きです。でもニューバランスも好き。ニューバランスはレッスンシューズで使ってます。レッスン上のレッスンシューズで、でも割と何でも好き。あ、また機関車トーマスチェン質問が出てきたそう、ユーバランスも好き。次のコメント、コメントじゃない、質問。ででん、面白いコメントができません。どうしたらレベルアップしますか。
多分面白いコメントをしようと思ってるとあんまりできないのかなって。別になんか青はなんか面白い、青は別に面白いコメントをしようとかめちゃめちゃ意識してるわけではないけど、やっぱりなんかアイデアっていうか、なんかそういうのってなんか急に思いつくこととかあるじゃないですか。だからあんまり面白いコメントしようって思いすぎない方が逆にできるのかなとは思う。でもなんか全然そんなに気使わなくても大丈夫だよってでも嬉しい、ありがとうございますかな、私が思うには。でも難しいよね。あーもうめっちゃ考えるもん MC。 でも結局あんまり大したこと言ってないのかもしれないけど考えちゃうよね。時間ない時とかなおさらそう。時間ない時とか考えようと思って考えるけど全然思いつかない時とかあるし、そういうことはねあるあるだよあるあるよかな。そんな感じ。あとはね、ででん、冬場は静電気で大変なのですが、いい予防方法はありますか？わかんない。静電気の予防方法あんま調べたことないからわかんないけど、なんだろう、静電気か。でもなんか売ってそうじゃない？静電気防止できるなんかちょっともうそういうのに頼るとかどうでしょうか。そういうのに頼るとかはどうでしょうか。静電気ね。でもコート脱いだ後とかめっちゃバチバチよね。コート脱ぐ時とかめっちゃバチバチ。静電気ね、あんまり青わかんないんだよね。でもなんかすごい人と人同士で静電気が起きた時のっていう感じ嫌いじゃない今静電気起きたよねっていうその感じ全然嫌いじゃない。なんなら好きそういうやりとり大好きです。ニットだと大変。確かにニット最近あんま着ないな。着るかも。あ、着る。全然着る。全然着てた。でも、レッスン多い時とか、ニットあんま着ない。スウェットに半袖、下半袖みたいな。うん。格好、基本。静電気の季節は、膝で触れて、バチッ。ああそういうこと。膝で試すの。膝でまず試すってこと。これ膝だよね。肘じゃないよね。膝だよね。痛いの嫌いです。でもさ、ビリビリペンとかさやったことないんだけど絶対やだ。絶対やりたくないあれビリビリペンとかビリビリ系絶対やだ。あおちゃんレッスンの時と全力で踊ってそう。でも振りがなんかまだ完璧に体が覚えてない時とかは全然踊れないそうからやっぱ踊らなきゃと思って。でもめちゃめちゃ汗かいちゃう。そう汗かいちゃう。今
も汗かいた。次、次の質問。でででででん。雪だるま作った？作ってない。雪だるま作ってないですね。作ろうとまだ思ってなくて。でも作りたいね。でも去年のスキーの生写真の行った時に大きい雪だるま作りました。コロコロ転がして大きい雪だるまを作りました。雪合戦したくない。みんな青に本気で投げてきそうだからやだ。サラとかめっちゃ強そう。もうそこは瞬発力でシュ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 ってやけるけど、雪合戦はちょっとなんか武器持てるならいい。なんか盾とかなら全然大丈夫かな。武器なかなかね許されないよね。武器なかなか許されないですよね。次の質問どうにしようかな。ででん。みなみちゃんへ伝えたいことは本人を目の前にしては言えなかったことがある。なんだろう。でも今日みなちゃんと会ってすごいね、全然もう普通に喋れるようになって、なんかいい意味で先輩感が全然なくなったのが嬉しかった。青今全然みなちゃんに気使わないで喋れてると思えたのがめちゃめちゃ嬉しかった。すごい今日嬉しかったかな。でもみなちゃん本当にすごいの。本当になんかもうプロ意識がすごすぎて、なんか公演の時とかユニットの前絶対鏡見て練習してるの見るし、なんかもう本当にすごい。だからめちゃめちゃいろんなことなんか見せ、なんかいろんなことをなんか言葉だけじゃなくて本当になんかもうみなちゃんの存在がもう教えてくれたいろんなこと。なんかもう寂しくなるよね。だんだん寂しくなってきちゃう。でもなんか一緒に話してるともうすぐいなくなっちゃうとか全然考えられなさすぎて、なんかかな。でも大好き、みなちゃん大好き、みなちゃん大好きだよ。本当にみなちゃん家泊まりに行くねってこの前言ったから、みなちゃん家泊まりに行きたい。ね、あおちゃんのメッセージ、あ、行方不明だった。もうすぐ質問が終わる。じゃん。しゃべり会に参加しないファンはどう思いますか？難しいよね。おしゃべり会問題。でもおしゃべり会に参加しないからってもうこの人嫌いとかなったりすることは全然ないし、本当に別になんか来てほしいし完売したいけど、でもそのなんかみんなの気持ちと行動が
みんなの気持ちと行動が違うことするのは嫌だから、なんていうの、みんながちょっとおしゃべりからだなと思ってるのに無理に来てもらうことの方が嫌だから、うーん、別になんかそん、うん、嫌だとは思わないし、うん、なんだろう、でも難しいよね。そこがなんかもっとハングリー精神で行くべきなのかもしれないけど、それがね、難しいとこ、本当にそれですごい悩む全然かな、そう思う、どう思うのか、そう、でも全然本当に来てくださったらすっごい嬉しいし、話せるのめちゃめちゃ嬉しいし、嬉しいけど、嬉しい、おしゃべり会好き、大好きだし、でもやっぱりオンラインっていうのが難しいよね、なんか電波的に問題もあるかもしれないし、握手会よりかはリスキーかもしれないけど、でもやっぱり今直接一対一でね、喋れるのと喋り会だけだし今は、うん、かなね、でも本当に、でもなんか多分言ってること矛盾してるんだと思う、なんか完売はしたいけどみんなになかなか共用もできないしなみたいな、共用もできないしっていうところで自分の中でもいろいろ矛盾してて自分でもよく分かってない、本当に難しいかな、それで最近よく考えてますみんな優しい、ありがとうフ次の質問いきます遊んでみたい先輩はいますか？でも先輩とお出かけしたい、いっぱい、でも今の状況なかなかね出かけづらいですけどね、強いて言うならアイニャーさん、アイニャーさんと最近よくおしゃべりさせていただきますアイニャーさん、アイニャーさんとめちゃめちゃしゃべるそう、でも本当に今は全然先輩とも喋れるようになったアイニャーさんは日向さんとも、あ、そう、あの日向さんと遊びに行った時に今度日向さんとアイニャーさんと会おうで3人で遊びませんかって日向さんに言ったら日向さん喜んでくれた、でもアイニャーさんにまだ行ってない大好き、なんか今まで緊張して何も聞けなかったけど、アイニャーさんダンス上手じゃないですか、だから
ダンスのこともすごい最近すごい聞くし、すごい教えてくれるからめちゃめちゃ嬉しい。本当にありがとうございます。アイニャーさん見てますか？アイニャーさん、そうかな。失った。あ、これどっから見ればいいんだっけ？あ、これ、これじゃない。どっから見ればいいかわかん、あった。ファンに望む3つのお願いは？じゃあもうこれで最後にしようかな。へえ。健康でいてください健康でいてください。もう元気でいてください。それは今すごく言いたい。望むことでしょ。望むことね。これからも一緒にいてほしい。これからも一緒にいてください。望むことか、なんだろうな。望むことか、お願いしたいことってこと？みんなにお願いしたいこと、お願いしたいことと望むことって違う？でもなんだろうな。私はなんかすごいみんなと一緒に目標を達成したい。でもなんかそれはなんかすごいなんかファンの方と団結してなんか成し遂げた時の感動ってなんか第三者目線から見てもすごい感動するから、多分本人たちも絶対感動するんだなと思うし、絶対達成感すごいと思うんですよ。だしなんかだからこそみんなとなんかやり遂げたいなって最近すごい思うようになったかな。だからこれからもよろしくお願いします。古舘さんも頑張らなきゃ。古舘さん、赤尾光、古舘さんも頑張ります。2021年その先も。お腹空いてきちゃった。もう食べないパチパチパチ。はい、ということで明日の晩ご飯を発表していきたいと思います。もう57分になっちゃう。みんな今日もありがとうございましたということで明日の晩ご飯をお話ししたいと思います。どうしようかな。決めました。明日の晩ご飯はじゃか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 じゃん、オムライスです。はい、明日の夜ご飯はオムライスです。
でも青は今日今朝目玉焼きを新年初目玉焼きを作ろうと思ったら黄身割れちゃいました黄身割れしちゃいました。オムライス食べたい。あ、明日の配信時間どうしようかな。ちょっと夜できるか分かんない。とりあえず仮で、仮じゃない、朝配信は7時半から8時半。あ、嘘じゃない、7時半から8時半朝配信で、夜は9時半から10時にしようかなと思いました。2回配信しよう。夜配信したいから、よろしくお願いします。じゃあ明日の朝メイク配信しようかな。でも夜ね、時間をしたら配信できない可能性あるけど、そんな感じ。明日メイクしながら配信するね、朝恥ずかしい。はい、そんな感じでございますでも朝配信してたら夜押しても毎日配信は途切れない。そんな感じです。ということで皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとうね、2時間もありがとう。ゲスト出しなぎありがとうございます。また明日ね。ありがとうございました。おやすみなさい。あーはこれからお風呂に入るよ。おやすみ。あ、スクショタイム。あ、顔が光っちゃう。なにこれ。ギフトありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。